電動化など自動車産業を取り巻く状況について理解を深めてもらおうと、事業者向けの研修会が大崎市で開かれました。この研修会は自動車関連産業を育成しようと県が毎年開いているもので、今回は自動車部品を製造する4社からおよそ20人が参加しました。研修会では電気自動車の生産が進んだことなどで関連産業を取り巻く状況も大きく変わっていることが説明されました。自動運転とかコネクトエードで今までなかった部品がどんどん増えていきますので、逆に企業の皆さんからすると、ここの車の動きっていうのは逆にピンチというチャンスとして捉えて前向きに考えていく必要があるんじゃないかな。またハイブリッド自動車の部品を分解し、仕組みについて理解を深めました。なんか漫然とその電気化のになっていくなっていうところぐらいしか見えてなかったんですけど、いろいろこう内容をお聞きして、いろんなその世の中の動きとか、あとその電気自動車にするためのそのいろいろ課題というところも、まだまだいろいろあって、これからかなりこう手を入れていかなきゃいけないんだなっていうところをよく理解できました。はい。